ピー。花も咲いてきたよ。まだ株ちっちゃいけど。はい、お疲れ様です。今日はこれ電撃以前見てたコレマン油鉢が届きましたので、これを放出していきたいと思います。やり方はね、まあ、特に簡単なんですけど、どんなもんかだけまだ見ていただいて、ご参考にしていただければと思います。結構入れてる方少ないと思うんでね。では行ってみましょう。はい、改めましてこんにちは、こんばんは、田舎の青年カズマです。よろしくお願いいたします。はい、今日は11月の5日、秋ですね。秋の収穫はしておりまして、でちょっと遅めにいろいろバタバタしてまして、夕方になってしまったんですけども、今日はね、今からアブラムシを食べる、天敵食べるじゃないな、寄生する天敵アブラバチについて放出していきたいと思います。クラナルンでね、ちょっとパッパッパッとやっていくんですけど、以前ね、バンカー、大麦のバンカー今設置したと思うんですけれども、それの横に紙コップにちょっと小分けしてアブラバチを放出していきます。まあ単なるそれだけなんですけど、ここですね、この横にほら、油、これはトウモロコシアブラムシと言いまして、代替餌となるもの、まあアブラムシがいない時にこれを食べてアブラバチが成長していくっていうものなんですけど、はい、それにつきまして今からやっていきたいと思います。今日見ることでね、アブラバチどんなものかっていうのが理解していただけると思いますし、防除しなくても春先までこの鉢だけで行っていけるかもしれない、ぜひ参考に見てください。では開封トレードしていきましょうか。お願い、商品が到着しました。直ちに商品数量をご確認ください。同封の説明書を必ずお読みくださいっていうことですね。はい、わかりました。では開封。オープン。お。お、冷蔵なってる。これですね。届きました。これこれだけに、これトップ。まずまず放出する前です。放出する前、コレマンアブラバチはヒゲナガアブラ類には寄生できません。ヒゲナガアブラムシといいますと骨です。イチゴではあんまり見かけないので、バラとか結構そういったものに付着するみたいです。なので普通のイチゴだったら普通のアブラムシなんで、それには効果があるってことですね。放出する際、施設内はアブラムシが発生する箇所付近の株元に、ボトルごとに設置していくんですけれども、今回はバンカー設置してるんで、それの横に置いていきます。4箇所あるんで、箱、じゃあコップに半分半分にして、本日は2個届いてるんで、紙コップに入れて分けていきます。はい、まあ、直射日光が当たらないところに、水がかからない場所に設置してください。放置した後は、開始後約3週間後、コレマアブラバチのマミ、サナギがね、確認されると思いますので、これトップはね、これ1ボトル250羽化できるように調整されてるみたい、サナギの形で噴入されているってことです。なんですぐには出ないかな。なんで防除とかも基本まだ3週間まではやっていただいてもいいみたいな感じなんで、バンカー当たらないようにすれば、はい、大丈夫です。あとは日中の施設内の平均気温が20度から30度望ましいんですけども、まあこれから冬なんでね、ちょっと下がっちゃうかもしれない、そこだけは注意してご利用ください。なお日中だと放置すると天井付近に集まるみたいなんで、夕方に、まあ今日はちょっと予定があってあれなんですけど、ちょうどいいかもしれないですね。はい、今から開封していきたいと思います。ではやっていきましょうか。開けます。ちょっといる、ちょっといる、逃げた逃げた、なんかいるね、出しすぎたかな、ちょっと戻します。ん、めっちゃいるやん、
難しいですね、この調整が。黒いのが半分ぐらいになりたいんやけど、半分にならねえ。半分にならんのが難しすぎますね、これ。こんなもんかな。これで小分けできました。はい。やばいやばい、暗くなってきた。こっちもう一回やっていきます。分けるのが難しいですわ、2つに。これポイント、蓋は頑丈やし。こんなもんかな。はい、均等に分けております。この黒い点々が多分おそらくマミーですか、サナギみたいで、これが3週間で羽化するみたいです。はい、それまでお楽しみに。ほい、蜂が迷っております。ちょっと次の日になってしまいましたけれども、アブラバチ動いてきております。おるかな。おったおった、見えます。こっちにいるのがあのトウモロコシアブラムシで、こっちにいるのがコレマンアブラバチになります。代替餌がこっちで、こっちが天敵。まあアブラムシはね、今ここ見てるとそんなにいないんで、このバンカー銀行で待機中っていう感じですね。花もねちょっと咲いてきたんで、鉢も入っております。ここどこだ言うてますわ。うわ出てる出てる、花ここにあるよ、花ここに、ここここここ。お疲れ様でございました。以上、まず農薬を使わない天敵コレマンアブラバチについて説明させていただきました。これはでも本当あんまり出てる方少ないみたいなんで、どうなるかわかんないですけれども、あんなんでほんまいけんかな思ってるんですけど、正直いけるみたいです。はい、で次にね、まあ、ダニの天敵であったり、あとアザミウマ、三大害虫の天敵、今後お伝えできればなと思いますので、ぜひ最後まで見てください。はい、以上ですね、こんな感じです。で注意点は先ほど言いました通り、バンカーを枯らさないように日々管理してください。はい、枯らす方よく多いみたいなんでね、定期的に見てあげる、そこ忘れないでやってください。で次回もまたお楽しみに。さよなら。